こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。今回は分蜂が一つの群れからどのくらい起こるのかをご紹介したいと思います。この週末予報上には越冬した群れが3群れいます。この4月はこの3群れの分蜂をずっと観察してきました。分蜂した時の写真や映像と合わせてご紹介していきたいと思います。週末予報チャンネル、はい、まず一つ目はこちらの6段の群れです。3つの群れの中で最も大きな群れで、4月の頭には6段分ほぼいっぱいに巣ができていました。3群れの中で最も早い4月3日に1回目の分蜂が起こり、その後11日と15日に分蜂し、合わせて3回分蜂が起こりました。大きな群れなのでもっと分蜂するかと思ったのですが、予想に反して3回しか分蜂しませんでした。3回とも昼過ぎ頃に分蜂し、こちらの集合板に集合しました。15日に分蜂した群れは一番大きかったのですが、捕獲寸前で飛び立ってしまいました。飛んでいった群れを追いかけた動画もあるので概要欄から見てみてください。多くの場合第1回目の分蜂が大きいのですが、この群れは1回目の分蜂はあまり大きくありませんでした。この1回目の分蜂群れにトトブキ家と名付けて、この近くで飼育しています。はい、こちらがトトブキ家です。捕獲直後の写真がこちらです。捕獲してから約3週間が経ちました。巣箱の中を覗いてみたいと思います。まず底板を外します。それではこの中にカメラを入れてみたいと思います。順調に大きくなってくれているようです。コトブキ家の成長記録は動画にまとめていますので、興味がある方はぜひ概要欄から見てみてください。はい、次にこちらの4段の巣箱です。先ほどの6段の群れの1日遅れで4月の4日に1つ目の分蜂がありました。その後14日、15日、17日、18日、20日にも分蜂が起こり、なんと1週間の間に5回も分蜂しました。この群れは6回分蜂しましたが、それほど大きな群れではなかったので、これだけ分蜂したのにはとても驚きました。こちらの群れは14日のライブ配信で分蜂群れが飛び立つまでを密着しました。14日中には飛び立たず、まだ夜は冷えるのに一晩こちらの集合板で野宿し、15日のお昼頃にやっと飛び立ちました。飛び立った群れを追いかけて強制捕獲をしました。この一連の動画もありますので概要欄に貼っておきます。連日分蜂したので分蜂集合板にまだ群れが固まっているのに、次の分蜂群れが出てきてしまって、やむを得ず木に集合したりしていました。蜂球が2つに分かれてしまったこともありました。最後に解放巣です。週末予報チャンネル。解放巣は冬の間にかなり蜂が少なくなっていて、蜂蜜もほとんどなくなっていたように見えたので越冬できるか心配していました。春になり徐々に蜂の数が増えてきましたが、他の群れよりもオスのミツバチの誕生時期も遅く、分蜂が遅くなり回数も少ないのかなと予想していました。1回目の分蜂は3つの群れの中で最も遅い4月7日でした。その後15日、18日、21日に分蜂しました。越冬も心配された群れですが、平均的な群れと同じくらい分蜂してくれました。解放巣の分蜂をカメラに収めたかったので監視カメラを設置し、常に観察していました。無事に撮影することができたので動画を上げています。分蜂中の巣の様子や女王蜂が飛び立つ瞬間も撮影していますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。
4回目の分蜂の直後には女王蜂が2匹同時に生まれてしまい、片方の女王蜂が追い出されそうになっていました。このようなことは珍しくないようです。必要以上に生まれてしまった女王蜂にはかわいそうな運命が待っています。分蜂の前にはたくさんの蜂がいましたが、分蜂を4回繰り返してすっかり働き蜂の数が減ってしまいました。分蜂しすぎて元の巣がダメになることもあるので心配ですが、この後無事に成長してほしいです。はい、今回紹介した3群れはそれぞれ3回、6回、4回分蜂しました。群れの大きさや周囲の蜜源の量などでも変わってきますが、1つの群れの分蜂回数は3回程度と言われています。2つの群れは平均的な回数、1つの群れは平均よりもたくさん分蜂してくれました。今回合計で13回分蜂しました。そのうち1群れは自然に帰ってしまいましたが、12群れを捕獲することができました。このように飼育群れから出てくる分蜂群れを捕獲すると効率的に群れを増やすことができます。週末予報チャンネルで紹介している分蜂集合板はぜひ取り付けてください。また飼育群れの10メートルから数百メートルの範囲に待ち箱を設置しておいてください。この2つを実践すると高い確率で飼育群れから出てくる分蜂群れを捕まえることができます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは日本ミツバチの主に飼育や捕獲について発信しています。これからもいろいろな動画を上げていきますので、よかったらチャンネル登録やいいねボタンを押していただけるととても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。